遠い遠い昔のこと、宇宙の彼方にある惑星セイバートロンは不思議な生き物だけの住む世界であった。その住人とは知性と感情を兼ね備えた巨大なロボット、トランスフォーマーたちで、彼らは善と悪を代表する2つの派に分かれていた。だが残忍で暴力的な悪の軍団デストロンは惑星の独裁支配を企み、平和を愛するサイバトロン戦士たちに一方的な攻撃を仕掛けた。そのためセイバートロン星は一面火の海と化し、豊かなエネルギー資源と高度な文明は崩壊寸前にまで追い込まれたのだ。かくしてサイバトロン戦士たちは正義と平和のために完全と立ち上がったのである。バブル君、これっぽっちのエネルギーじゃせいぜい持って3ヶ月がいいとこだよ。でもないよりマシだろ、ホイールジャック。使い切ったらどうするんだね。なーに、その時はその時。さあ、アイアコーンに戻ろう。トランスフォール乗っていいよ。オッケー。コンボイ司令官の喜ぶ顔が早く見たいな。さてと、アイアコーンブリッジまであと 1.6 メガだ。はあ、懐かしの我が家か。おい、まずい。あれはデストロンの奴らだ。サイバトロンだ。いや、違え。もう、なんてしつこい奴らなんだろう。敵さんも必死なのさ。必死なのはこっちだよ。ファイヤーアタック。くそ、この凝縮エネルギーを持ち帰らないと脱出するぞ。あ、ついてく。トランスフォーム。よし、敵陣突破。さあ、突っ込むぞ。逃がすな、おめえ。バンブル、早く乗れ。よし。怪我はないかね。あ、大丈夫。でも、リアアクセルをちょっとやられた。じゃあ、クランクシャフトで踏ん張れ。これからオーバードライブでぶっ飛ばすからね。ちょ、地下に潜りやがった。追跡はもう無理だ。メガトロン様に報告しに戻ろう。ホイールジャックです。ただいま帰還しました。こんなの偵察飛行せよ。目的地アイアコーン。行動、敵の情報収集。こんなの敵接近注意。注意警報、
解除、偵察活動続行。明るいニュースかね。いえ、それが都市の北部一帯は真っ暗闇、ほとんど壊滅状態になっています。新しいエネルギー資源を見つけ出さない限り、戦いに勝利を得ることはできんのか。宇宙探索に出かけては。そうしよう、早い方がいい。エネルギー資源は何としてもわしらデストロンが発見せねばならん。メガトロン様、敵は宇宙探索に出る。やっぱり思っておった通りか。レーザーウェブ。はい、メガトロン様、何でしょうか。わしの留守を頼んだぞ。サイバトロンどもの宇宙進出を粉砕してくる。お任せを、メガトロン様。この惑星はもはや我らだけのものです。その意気だ。コンボイめ、今度という今度は敗北を認めさせ、わしへの絶対服従を誓わせてやる。私を軍団の司令官にしてくだされば、奴らなどねじ伏せてみせます。スタースクリーム、軍団の司令官になれるのはエリートだけだ。でも私にはそれだけの力があります。黙れ黙れ、若造、直ちに発進用意。スタンバイ完了です。点火する。敵発進。よし、こちらも発進。おい、どうした。小惑星がもう一つ来たぞ。衝突する。右腕をやられました。捕まってろ。流星群接近、流星群接近。敵を見失ってはならんぞ。どけ。アイアンハイド、レーザー砲用意。どうぞ撃て。奴らを追え、奴らを追え。司令官、私たちを追ってくる宇宙船がいます。デストロンに違いない。おし、敵感じた。構わん、追え。感づかれた以上、攻撃あるのみです。ならん、奴らを生け捕りにするのだ。ビーンビーム用意。ケインビームを発射してきました。吸い付いてきます。隔離レーザー発射。ダメです、エネルギーを使い果たしました。敵船上陸用ルートだ。乗り込んできます。よし、戦闘用意。言うな、敵対しろ。船が落下してるぞ。引力は働き出し、どんどん引き込まれていきます。コントロールが効かない。ダメだ。引力に引き寄せられ、火山に激突した宇宙船はどうなったのであろうか。400万年後の地球、そして船内で死闘を繰り広げていた敵味方のトランスフォーマーたちは。生命再生機発進。火山爆発のショックで生命再生装置が作動を始めたのだ。リペア、リペア。彼らの復活はエネルギーを蓄えたマシンと合体することによって可能となる。
メガトロン様、とうとう復活の日がやってまいりました。仲間たちを一人残らず再生させろ。長い年月が過ぎ去った。故国セイバートロンは遥か彼方だが、この惑星でもわしらの目的は変わらん。セイバートロンはまだ存在してるでしょうか。存在しておるとも。だがこの地球とかにも豊かなエネルギー資源があるのなら、無敵の兵器を作ることも可能。そうすればわしは世は宇宙の覇者だ。スタースクリーン、あの山をぶっ潰せば奴らエネルギーを無駄にするな。まだ戦いが残っておる。宇宙征服のためのな。命拾いしたな、コンボイ。だがこのミサイル攻撃でおだぶつかもな。生命再生機発進。リペア、リペア。助かった。ここに基地を構えよう。あの岩地に我らの司令本部を設置するのだ。サウンドウェーブ、お前は至急スペースクルーザーの設計にかかれ。スタースクリーム、お前は建設用地の整備だ。資材はどうするんですか。そんなことぐらい自分で考えろ。おい、何かいい考えないか。あれだ、発電所か。でも一人じゃ無理だ。レンジー、ハンマーアーム機能作動。目的、破壊工作。よし、やってやる。この惑星には豊かなエネルギー資源があるよ。しかし当然デストロンも気づいてるだろう。奴らの略奪行為を食い止めねば。ハウンド。はい、コンボイ司令。偵察に出てくれ。デストロンの行方を突き止めてくるんだ。この自慢の鼻で嗅ぎつけてみせますとも。私も一緒に行きます。私も行ってデストロンの奴らを 2,3 人血祭りにあげてきます。まあ慌てるな、クリフ。見つけ次第戻れよ。対決するのはその後だ。しっかりな。お任せください。俺は必ずいつか司令官になってみせるぞ。軍団の総指揮官にな。スタースクリーム、我々のボスメガトロン様は絶大な権力の持ち主。あのお方にとって変わることは不可能だよ。いや、何が不可能なものか。誰にだって必ず弱みはあるはず。だがメガトロン様は違うぜ。まあ今に見てろ。フレンジ、さっさと作業にかかれ。実に気分いい眺めだぜ。クリフ、ここはセイバートロンとは大違いの惑星だな。ハンド、お前気に入ったようだが、別にこの星に長居するわけじゃないぜ。おい、何か匂ってこないか。いや、別に。いや、匂う。この猟犬のような鼻が奴らの近いことを嗅ぎつけたぞ。こっちだ。やっぱりいたぞ。なあ、奇襲攻撃を仕掛けてぶっ壊してやろうじゃないか。俺たちの任務は偵察だけだ。コンボイ司令に見つけ次第に戻れと言われたろう。奴ら何してるんだ。探ってみよう。この地球を乗っ取り、豊かなエネルギー資源を残らず奪い取るのだ。奪い取ったエネルギーを凝縮、エネルゴンキューブにすれば新しいスペースクルーザーに蓄えておける。皮肉なことよな。コンボイめ、わしらをこの星に導いときながら自ら滅びるとは。おい、クリフ、何をする気だ。ファインダーがメガトロンのデッドポイントをキャッチしたんだ。一発で仕留めてみせる。やめろ。誰が撃ってきたんだ。俺たちの居場所を知ってる者は。サイバトロンどもだ。まさかそんな。でも他にいますか。サウンドウェーブ、直ちにコンドルを追って出せ。コンドル、追跡開始。追跡進路、北北東。おい、逃げるんだ。トランスフォーム。おい、追いかけてくるのは一体何だ。わからない。このスピードじゃ振り切れそうないぞ。二手に分かれよう。
両方を追跡することはできんからな。了解。とにかく追跡を逃れた方が報告に戻ろう。それにしてもしつこいやつだぜ。地獄まで追ってくる気だ。ああ、と言ってこのまま黙ってやられるのを待つではないぞ。これでも食らえ、ガスタンだ。畜生、こっちは振り切れそうない。うわ、大丈夫か、ハウンド。ハウンド、どこをやられたね。多分、駆動装置をやられたんだと思う。トランスフォームできるか。いや、無理のようだ。悪かったな、ハウンド。俺の責任だよ。俺がメガトロンを撃ったりしなきゃ。命中してりゃこうはならなかったさ。命中？痛いところをつくな。よし、いいぞ、引き上げてくれ。サイバトロンどもも蘇ったそうだな。ええ、メガトロン様もそれを聞いて驚きのあまりヒューズがぶっ飛びそうだったってよ。おい、ありゃなんだ。よし、調べてみよう。リフレクター頼んだぞ。できるだけ拡大して映してくれ。わかった。サンダークラッカーよりサウンドウェーブへ応答してください。なんだ。見慣れない車が接近中。サイバトロンかもしれません。直ちに破壊してしまえ。おい、原子力発電所がやられてる。まるで竜巻が通った跡みたいだ。ああ、でも変だぞ。竜巻にしちゃやられ方がひどすぎる。うわ、危ねえ。おい、早く行くよ。早く、おい、来たぞ。早く、早く。私たちが聞いたのは以上です、コンボイ司令。やつらはこの地球のエネルギーを奪って凝縮し、セイバートロンに持ち帰る気です。マエスト、戦闘部隊を編成しよう。やつらの基地に攻め込むんだ。プロール、クリフ、トレールブレーカー、ホイールジャック、アイアンハイド、リジェ、サンストリーカー、ランボル、サイバトロン戦士、ではエンジンスタート。準備完了です。よーし、出発。この惑星のエネルギー源発見。そいつはデカした。デカしたぞ。悪の軍団デストロンが狙いをつけた場所、それは海底油田基地だった。手を貸してくれスパイク、こいつを持ち上げたいんだ。頼む。分かった、父さん。ベーラーを持って今行く。降下しろ、降下。ん、おい、なんだありゃ。何なんだ。巨大なロボットだ。みんなで放っちまうぜ。帰れ帰れ。危ないぞ。何をする。やめろ、父さんに何するんだ。こいつ離せ。やめろ。スパイク、パースクリーン、ナルビームを発射しろ。早く。わかりました、メガトロン様。サウンドウェーブ、エネルゴンキューブの製作にかかれ。悪の軍団デストロンが地球の貴重な資源を持ち去ろうとしている。果たしてコンボイ司令官の率いるサイバトロン戦士たちは
間に合うのか。凝縮しろ。やった、やりましたね、メガトロン様。エネルギーさえ手に入れりゃセイバートロンへ帰還できるわけです。お前ってやつはどこまで愚か者なんだ。これっぽっちのエネルギーなど物の数にも入らぬわ。地球の全エネルギーを吸い上げるのだ。あ、サイバトロンの奴らです。デストロントランスフォーム、トランスフォーム。わしの邪魔はさせんぞ。メガトロン、侵略は許さない。いや、宇宙はわしのものだ。待て、そうはさせないぞ。このところは引き上げるが、水泳でも楽しみ。体が冷えすぎ、よう温めてやるからな。助けて、助けてくれ。出られないんだ。誰か助けて。火がどんどん迫ってくる。今助けてやるぞ。捕まってろ、しっかり捕まってろ。何としても助けてやる。響く to of heart 星は